北九州市交通局北九州市交通局は福岡県北九州市の自動車運送業務を担う地方公営企業法及び北九州市交通事業の設置等に関する条例昭和41年12月27日北九州市令第57号に基づく地方公営企業である1929年に若松市交通局として発足し 1963年2月10日に、若松市が小倉市、文字市、戸畑市、八幡市と対等合併してできた北九州市に引き継がれた。1929年に乗り合いバス、1950年に貸し切りバス、1972年に国内旅行業の事業を始めた。バス事業、公営バスを展開している。かつては、軌道事業も行っていた。 2013年から局長だった白杉有名の後任として2015年4月から小坪正夫が局長を務める。バス事業は1929年に若松渡る城から折尾駅前までの 11.2km の区間で旧若松市が経営する市営バスとして開業。現在は主に北九州市若松区を中心として隣接する北九州市八幡西区と音楽郡。 水巻町、芦屋町の一帯に路線網を持ち、さらに一部の路線が北九州市戸端区、戸端駅を発着して若戸大橋を経由して、若松区に向かう路線、小倉北区、北九州市町を発着して、小倉駅新幹線口、北九州都市高速道路経由で、若松区に向かう路線及び、中間市、水巻南部循環が、地域の北端の一部を運行に伸びる。 前述の通り、元は旧若松市の事業を引き継いだものであるため、北九州市交通局といっても北九州市内の一部のみでの運行であり、前述の営業エリア外の北九州市内のバス事業については、西日本鉄道の子会社である、西鉄バス北九州が行っている。かつては2002年10月1日から2017年3月31日まで、黒崎、 アシア間の急行バス、アシア急行線が支援、向田営業所と西鉄バス、北九州八番営業所の間で共同運行されていた。2006年4月1日に定時運行の確保や JR との接続を効率化するためダイヤの全面改正が行われ、路線や系統番号などのシステムが大きく改変された。通学バスなど一部系統を除いた大半の路線がに、 当駅周辺を境に路線分割され、原則として二当地区から東へ向かう路線は若松、営業所が西へ向かう路線は向かい田営業所がそれぞれ受け持つようになった。しかし2010年頃から二当地区を越えて直通運行する系統が再開され、それらはダイヤ改正を行うたびに拡大している。さらに両営業所でほぼ全線を共同運行するダイヤに変更している。 上行方式は、後乗り前より、区間料金制、1区190円、2区230円、以降1区ごとに30円ずつ、加算、7区以降は1区ごとに20円ずつ加算であるが、若道大橋を経由した場合は、降車時の運賃より10円減されたり、一部、JR 駅周辺、織尾駅、黒崎駅、小倉駅周辺は、区域内で利用すると100円均一になるなど一部、 例外もある。一部路線に限り西鉄バス北九州との共通定期券制度があるが、現時点では乗車カードの共通利用はできない。詳細工述これまで運営が非効率的で赤字路線がかなり多く、今後の経営状況によっては、バス事業の抜本的な見直し、民営化などの必要もあると北九州市交通局ではしていたものの、 平成16年以降の新規車両の購入凍結や各種のコスト削減策などにより近年では事業全体としては健全運営を何とか維持できている路線ごとの収支は公にされておらず市営バス事業改善計画の答申資料による資料では黒字区間は小倉線、戸端線、若松、小石、二島、浅川線、青葉台、足屋など ごくわずかの路線とされている。赤字区間のうち、特に若松区北西部の赤字が、事業全体の赤字額の3割を占め、市営バス事業改善計画においてもこの区間の見直しを重点課題としている。若松区北西部の路線については2014年6月より、折尾に等との直通運行を廃止し、大鳥井観歩の宿、北九州間の折り返し運用、現在は、 大鳥居かんぽの宿、北九州間の折り返し運用以外の路線が増されている。となり、運賃制度も他の路線とは異なり、1区260円以降は、運賃区会ごとに1区ずつ、通常加算と一般路線の3区相当額の設定となる。また、オリオ駅前、オリオンプラザ内、2等、イオン若松ショッピングセンター、若松商連、小倉北区役所内に案内書がある。 1988年までは、オリオ営業所。1990年代末期まではに、東営業所。若松市営バス時代には、藤木営業所が存在した。路線については、各営業所の項を参照。運行開始以来、長く系統番号の導入はされなかったが、1990年代から、まず方向膜のカラー化を開始した。方向のの色、文字の色で、 経由地、方面を分かりやすく表示したものだった。その後1990年代後期に行き先番号が導入された。これは行き先を固定の番号で示すものであり、若松営業所域は、どの始発地からでも、どの経由地を通るものでも二重番であった。番号部分の色分けにより、経由地を区別した。その後これを若干マイナーチェンジし、枝番をつけて、 経由値を表すものを導入した。現在は LED 方向膜の導入によりカラー化は行われていない。しかし、福岡県では西鉄バスが系統別に不満していることもあり、行きと帰りで番号が違う。この制度は広く浸透せず西鉄バスと同の系統別の方式に改められた。西鉄バスとの番号の共通化、統一は行われていない。 古くは二等本線で一部の停留所を通過する、準急系統が存在したがその後は、すべての系統が各停留所に停車していた。1990年代に、浅川線で、快速系統が新設されたのを皮切りに、快速、急行などのバスが運行されている。一般路線車のシャーシは、日産ディーゼル、当時、ゲン、ドトラックス製もしくは、 三菱不装製が採用されている。多くの車両が西鉄バスと同じく地元の西日本車体工業製ボディを仮装している。西日本車体工業解散後の2011年5月には三菱不装バス製造製の三菱不装エアロスターが5台採用された。これは市の製作によって先行導入された車両である。その後もエアロスターが毎年度数台 程度導入されている。他にわずかながら1980年代から1990年代にかけて、当時の純正ボディメーカーの富士重工製や、シンクレハ自動車工業、三菱自動車バス製造整理を仮装して導入された車両がある。車両の色は、白と紺のツートンカラーと、若緑色と白のツートンカラーと明るい緑色と白のツートンカラー、新塗装の3種類で、 明るい緑色と白のツートンカラーへの塗色変更が進められている。ワンステップバスやノンステップバスは紫色と白のツートンカラー、黄緑色一色塗りなどの変遷を経て、1994年、平成6年度以降に納車されたほとんどの車両は、ツーステップバスの新塗装と、同、明るい緑色と白のツートンカラーとなっている、白と紺のツートンカラーの606号車、 若緑色と白のつまいなストーンカラーの9901号車と9902号車、ギラバンツ北九州ラッピングバスの0009号車、ハローキティキャラクターバスの1501号車と1601号車は、除く。協定の送迎車には現在は、一般路線車、もしくは、一般路線車にハーフラッピングが行われた車両が、使用され、以前使用されていた、特別塗装が行われた車両は、 廃車となった。かつては、学研都市、響きの PR 用の特別塗装を行っていた。各社に、車両番号が付けられている。車号は、平成8年導入者までは、馬力投資、番号、0、昭和63年度予算購入の7代目6307、平成6年度予算購入の1代目601、以降は、西暦の下2桁投資番号となっている。 そのため、車体やメーカーによる区別は行われていない。2014年に2台導入された電気バスは部品を、東レグループ企業と三菱重工業が供給し、車両の組み立ては、韓国の韓国ファイバーが行っている。ハローキティと北九州市の観光名所をデザインした、ハローキティキャラクターバスが2台ある。2016年5月9日に運行開始した1台目は、 エアロスター1501号車で2017年5月1日に運行開始した2代目1601号車はこれまで導入されていなかった日の自動車製ブルーリボンであるハローキティバスは土日祝日に限り運行時刻を公開しているギラーバンツ北九州のラッピングバスが2017年3月頃から運行している1994年 平成6年度に納車された三菱不装 96MC のアンステップバス0009号車を新塗装の明るい緑色と白のツーンカラーの車両からギラバンツ北九州のグループカラーの黄色に塗り替えた車両で車内はギラバンツ北九州の監督、選手のプロフィールが掲載されている。以前ギラバンツ北九州ラッピングバスとして使用されていた日産ディーゼル、現 とトラックス製の9903号車は、新塗装の明るい緑色と白のツートンカラーに、戻されている。貸切バスは縦10列、または11列で横4列シートの大型車のみ、保有する。紫色と白、もしくは青色と白、元空港線車両のツートンカラーである。貸切バス車両には、車両番号ではなく、各社に、北九州市内の地名や山などにちなむ、 固有の愛称名が付けられている。2001年、平成13年9月、乗車カードとして、小田原機器製の IC カード、ひまわりバスカードが導入された。九州における、交通系 IC カードの先行事例だった。種類は、現在3種類ある。カードの新規発売時、1枚につき500円の、預かり金、デポジットを収受しており、 カードを返却した際に返還される。なお、ひまわりバスカードにおいては、カードに残高をチャージすることを、すみましと呼んでいる。現在定期券タイプ、一日乗車券タイプの、子供用を除きバス車内で購入できる。ただしバス車内では、回数券タイプは1000円、2000円、3000円、5000円、1万円、分のみで、一日乗車券タイプは5回分までしか、新規発売。 積み増しできない。またバス車内で購入できないものについては、各案内所、営業所でしか取り扱いされていない。積み増しについては、各案内所、営業所に加えて、西鉄黒崎バスセンター定期券販売所でも行うことができる。ただし、西鉄黒崎バスセンター定期券販売所では、カードの新規購入、共通定期券を除くはできない。また、回数券で、 校舎処理後1時間以内に、同名所のバス停で乗り継ぎを行った場合、定期券の有効区間と、連続した乗り継ぎ、往復、均一区域、乗車受付を忘れた場合は、対象外、運賃が90円引きになる。かつては、回数券タイプかつ3000円以上でしか、新規発売を取り扱いしていなかったが、2007年4月1日より1日、乗車券、 大人用の新規販売を始めた。また、回数券タイプも1000円単位で新規発売、積み増しを開始した。定期券タイプは、通勤定期券、通学定期券、持参認識定期券、片道定期券、一括契約定期券、地域フリー定期券、リ尾、若松渡る城、全線定期券、高齢者向けで代わり引き定期券、触れ合い定期がある。 ただし市営バス、西鉄バスが共通で乗車できる本上祭団地共通定期券は現在も試験タイプで発売されている。定期券タイプは紙式を除いて積み増しができる。万が一期限が切れていたり定期区間外に乗車しても回数券タイプのように積み増しすれば利用することができる。回数券タイプは最大2万5千円まで積み増しすることができる。 また積み増し額により10%から15%のプレミアムがつく。一日乗車券タイプは大人700円、小三3 5 0円で市営バス全路線に乗車することができる。最大35回分積み増しができる。このカードは北九州市営バス以外では利用できない。軌道事業を北九州市営軌道は百三十六年に若松市営軌道として 当時の若松市内で開業。その後、北九州市発足とともに、北九州市営軌道となった。電化された路面の軌道であるが、一般の路面電車とは異なり、貨物専業で旅客営業は行わなかった。電気機関車で国鉄の滑車を牽引し、若松駅と港湾部の間で貨物輸送を行ってきたが、道路上を走行するため騒音、振動が激しいことや、 当時の若松の目抜き通りの中川通を縦断することから沿線住民とのトラブルが絶えなかった。主力の石炭輸送量の減少に伴って経営が悪化し、1968年から1971年まで運営業務を日本通運に委託。1971年からは事業の所管が交通局から経済局に移管されている。 その後も経営状況は改善されず1975年に廃止された。ほとんどの区間が単線であったため、中川通りを若松駅側に進む場合などは、道路の右側を対向車の流れと逆らうように走行していた。ボギー台車をおにき備える、突型電気機関車が延べ6両在籍した。塗装はいずれも車体は、 茶色い式だが木と黒のゼブラのペイントがされた板が、若松駅側の端張りに付けられていた。開業時に1、2の2両、廃止時に5、101、201の3両。貨車は国鉄車両が直通しており、特に緩急車、車掌車などは付けられていない。1963年の日活映画、狼の王子は、冒頭と最後が北九州市。 1950年から1958年、昭和25から33年の設定なので当時は、若松氏が舞台だが、冒頭で、主人公の養父的な存在の草加組の組長、草加万蔵、石山、健次郎が対立する組の資格に視察される話が出てくる。この万蔵が刺される、真の直前に、画面左手の方から、若松市営機の貨物列車が登場し、 主人公が真横を通る列車の轟音でこの騒ぎに気がつくのが遅れて先にどんどん行ってしまい刺された万蔵が逃げようと貨車にしがみつき視覚がそれを必死に追いかけ切りつけ万蔵が最後に力尽きて転落するという珍しい展開になる楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください